ちらの虎ノ門ヒルズ森タワーの34階オフィスフロアの、まあ、ほぼ最上階におります。一つは今我々が進めている、まあ、自己改革といいますかリデザインと呼んでますけれども、それを非常に強く推進する要素として期待しているのが一つ目です。そしてもう一つはですね、今、まあ、コロナでご存知の通り現実世界でのコミュニケーション随分変わりました。この新たに新しい場所でその実際の空間でコミュニケーションを取るということの意味をみんなでこう感じ直すというのも非常に大きな意義だと思います。私たちは建築の空間、都市の空間、現実の空間をデザインしていますので、これから先、一歩先を見て新しい形での人と触れ合うあり方、あるいは集まって創造的であるあり方というものをこの場所で探求していきたいというふうに思っております。今大きく3つほど考えています。一つは日本設計が創立以来ですけれども持っている DNA を継承する場所であるということ。二つ目は逆に今の日本設計が求められている今を象徴する建物であるということ。そして最後に、まあ、このまさに目の前に広がる景色ですけれども、都市が変わっていくダイナミズムみたいなものを感じながら働いていく、そういう場所であること、その3つを今大事にしています。私ども日本設計は、まあ、超高層を日本国内初の超高層を生み出したチームを母体として創立されたものです。しかしながら一方でですけれども、近代技術文明、超高層を筆頭とする近代的な文明自体の危うさみたいなものを非常に強く早い時期に警鐘を鳴らしていたという非常にユニークな会社であります。私たちは常にその近代的なものと自然といったもの、こういったものの対立をどうやってこう調和に向けて創造していくかというのを課題にしてまいりました。もちろんここでの課題、このまさにモニターでもそれに挑戦した一つです。今都市建築というのは非常に複雑化して高度化しています。このモニターはもう建築単体のみならず道路との複合であり複数外区の集積になります。それだけではなくて非常に多くの用途の複合でもあります。こういった大きな都市建築の流れみたいなものをに対する貢献が私どもには強く求められています。そういった私たちが貢献できるプロジェクトを実際に感じながらというのが今を象徴する場所で働くというようなものの一つの意味です。やはり私たちの仕事というのは実際の空間を作りますから、その実際の現場感覚というかそういったものがすごく大事だと思います。まあ、もうこの目の前で広がっている風景がまさにそうですけれども、自分たちがこう想像していったものでその都市自体が変わっていく、その変化していく様自体を自分たちが肌で感じているというのが大変重要なことだというふうに思います。私たちは虎ノ門エリアで幸い多くの仕事をさせていただいていますが、まさに変わりつつあるこの現場の空気を感じながらより都市を良くしていくというような発想をその場所で考えていくというところを大事にしたいなというふうに思っています。私たち総合事務所というのは元からその多分野、いろいろな分野、多くの分野を統合するというのが総合事務所の一つの役割です。ただ今カーボンニュートラルであるとかで言われているまさに近代の社会のあり方、文明のあり方自体を問われているという実態においては、その統合の仕方というのはもっともっと高次の高い次元の統合に至らなくてはいけないというふうに認識しています。まあ、もうこれは日頃のコミュニケーションから部門のあり方、私どものグループのあり方みたいなものは、ね、全てに共通するものですけれども、違う形へと変えていくプロセス、まさにそれが始まったところだというふうに思っております。まあ、コロナにしろカーボンニュートラルにしろ
今のカオス、まあ、世界情勢の不安定にしろですけれども、どこかにやはり共通しているのは我々の持っている文明社会、近代的な文明のあり方、まあ、そういったものの根幹が問われている時期だと思います。そういう意味ではこの中でブレることは全くないんだと思います。根幹に置いている自然をにちゃんとこう敬意を払いながら、その説理にのっとって年をもう一回考え続ける、これを行っていくことは全く変わりはありません。ただそれを扱うための技術のあり方であるとか、より他分野の統合のされ方っていうのは次の世代のものにアップデートしていかなきゃいけない、そういった捉え方を今しています。変わりゆく中で、実は建築とか都市考える考え方っていうのは、科学的だけでもなく、科学的であり、かつ、まあ、言ってみれば文学的でもある、そういった非常にこう両義的な、両方の意味を持ったような職種が私どもの技術者のあり方です。これはむしろ激動の時代だからこそ楽しくなる職業でもありますので、これからもみんなで楽しんでいきたいと思いますし、まあ、ぜひ若い方たちなんかにはこの楽しさを体験し、参加していただければな。激動の時代こそ、まあ、若い力が可能性を持つタイミングでもあります。建築や都市の世界というのは今実は非常に大きな可能性を持っているというふうに思います。皆さんもぜひこの世界に参加していただいて、持っているエネルギーで楽しい未来を一緒に描いていければというふうに思っています。